ノルウェージアンパフィンドッグとは、ノルウェーの北極海諸島原産の特殊な体を持つ、両犬種である。別名は、ノルウェージアンルンデフンド、ルンディ、パフィナーなど。かつてはあまりにも変わった特徴を備えているために、家イ犬イとは別の犬か動物として扱うべきだと、提案されたこともあったが、正真正銘の家イ犬イであることが証明されたため、否決された。とても古い犬種で、 これの先祖は最後の表記からの生き残りであると言われている。ノルウェージアンパフィンドッグはその名の通りパフィンを取るために作り出された犬種である。パフィンは原産地では貴重な食料として食べられていて、これの雛を断崖絶壁の岩場にある狭い隙間から取ってくるのにこの犬種は使われた。そのため他の犬種では類を見ない特殊な体を手に入れ、ロッククライムや水泳。 隙間潜りなどもできるようになった。しかし、パフィン量が機械化され、さらに19世紀になると、パフィンが保護動物になると、番犬やペットとしてのみ使われるようになり、徐々に活躍の場を狭められていった。また、1943年に、原産地ではジステンパーが大流行し、99%のパフィンドッグが死んでしまい、絶滅の危機に瀕した。しかし、 当該の一人の愛好家がこの産状を知って自分の飼育しているパフィンドッグを原産地へ数頭寄贈しそれを繁殖させて数を回復することができたちなみにこの愛好家が自分の家で飼育していたパフィンドッグもこの1年後にジステンパーで全滅してしまったのだが原産地から以前の恩返しとして数頭のブリーディング用のパフィンドッグを寄贈し 愛好家は再びパフィンドッグを手にすることができた。その以後彼女はこの犬種の繁殖と促進に大いに尽力したという。近年はその功績もあって、世界的に知名度が上がり、飼育しやすいこともあって、多くの国で小ドッグやペットとして飼育されている。ノルウェージアンパフィンドッグの指世界中には、 約5000種もの犬の品種が存在するが、その中でもパフィンドッグが、のみが持つ特徴はということである。この他にも体が柔軟であったり、ロッククライムや泳ぐことが得意な一面も持つ。キャシャで小さな体つきで、スピッチタイプに似た容姿を持ち、オア一重に巻いた巻きを。瞳の色は、ブラウンか、レッドブラウン。コートは、ショートコートで、毛色は、ホワイトチに。 タンとブラックのマーキングが入ったものが一般的だが、ブラック、ブラウンなどの単色のものがある。体高38センチメートル前後、体重7キログラム前後の小型犬で、性格は明るく穏やかである。変わった特性を備えているものの、それに反して、飼育は簡単で、運動量や食事量もあまり多くはない。ありがとうございます。